地域の交通のお役に立てていないのではないかなというところを私どもは認識しているということでございましてあのそれ以降、じゃあそれをどうその課題を解決していくのかといったことにつきましてはやはり地域の皆様との議論の中でそこというのは決めていくものではないかなというふうには思っています広岡社長は今月3日に国に対して再構築協議会の設置を要請した芸備線の区間について大量輸送という鉄道の特性を生かせていないとした上で 存続か廃止かという前提を置かずに沿線自治体と議論したいと述べました一方中国運輸局はきょう広島県や庄原市など沿線自治体に対し再構築協議会に参加する意向があるか意見を求める通知を出しました。来月2日ままでのの回答を求めてていいすすが県は再構築協協議議会の趣旨と協議する内容について 国に説明を求めたうえで沿線自治体と検討したいとしています。